魂仙台光のページェント、未来への希望の光を灯してください。私たち、そして子どもたちのために、応募された市民の皆様、サンタのコスチュームで朝鮮通りを行進します。それではお待たせいたしました、2011仙台光のページェント、スターライトファンタジーサンタの森の物語、始まります。
待ってたの。まあ、3段は大きな3段からそれ取って。
大川真帆さんに歌を披露していただきました。ありがとうございました。それではただいまをもちまして1回目のパレード終了とさせていただきます。ただいまをもちまして1回目のパレードを終了とさせていただきます。会場内暗くなっておりますので皆さん十分お足元お気をつけください。6時になったら着くのかな、もしかしたら50分ぐらい。会場内大変混雑しております。小さなお子さんを連れた方はお子様の手をしっかりと握って前の状態をお気をつけください。スリや敵が発生しやすい状況になっております。お手回り品の確認十分よろしくお願いします。まもなくなると普通にエージェントが点灯になりますが現在消灯しておりましてお足元が大変暗くなっております。皆さん十分お気をつけください。ではこの後の予定をご案内していきましょう。この後6時15分頃からパレードを行う上前ストーリーに面した5カ所のイベントブースにて演技・演奏が行われます。7時25分頃から2回目のパレードの開始、7時45分頃終了の予定です。先ほど1回目のパレードが終了しました。ただいまエージェント消灯しております。お足元をお気をつけの上ご移動願います。まもなく6時となりましたら再びエージェントが点灯いたします。ただいま会場内暗くなっておりますのでお足元を十分お気をつけの上ご移動ください。皆様が先にですね退場されます。1回目のパレードを終えた皆様が最初に退場いたしますのでお集まりの皆様ご協力をよろしくお願いします。まもなく明かりが灯ります。まもなくエージェント点灯いたします。ただいまの時間はパレード参加者が移動しています。パレードご観覧の皆様はスタッフ警備員の指示があるまでは車道に入らないようよろしくお願いします。上前ストーリー中央の6道内は関係者以外立ち入り禁止です。パレードを事故なく安全に行うため皆様のご協力をよろしくお願いします。現在パレード会場が大変混雑しております。次やお気に入りにご注意ください。